もういいのよ。私一人のために何人もの方を危険な目に遭わせることはないわ。危険なんてないもの、大丈夫だもの。おじいちゃんたちの方が強いんだから。ちょっと、さくやちゃん。どうした昨夜。おじいちゃん、姫様のこと大丈夫かな。さてどうなるものやら。こうして各一族の長が集まってくれている以上、中身のない話し合いにはならんはずだが。本当に話し合いになるの？みんなお酒飲んでるし。それはまあ仕方あるまい。わしらは普段は交わらん。顔を合わせるのも数十年ぶりか。まだお前にはこういった場はつまらんだろうな。せめて生まれの近い者がおれば楽しめるものなんだが、わしらの姫様は石のお方ゆえ、そうそう新しい子を授けてくれはせんからな。いても私は仲間外れだもの。そうだ、播磨から来た怪しのが自分のところの巫女に織らせた布を土産に持ってきたんじゃ。それで着物を。皆の者、遅くなった。酒も魚もありますから、待つのはそれほど苦になりません。それよりも遠いところをご足労願いまして。何、じきに満月だ。人には遠い道行きでも足を増やせば候というほどではない。それはごもっとも。しかしそう苦にならないのであれば、持ち回りなどで頻繁に集まりを持つべきかもしれませんな。まあそれについてはおいおい話すとして、朝間の。はい。
では皆の衆、見ての通り大賀の長がついたところで合議に入りたいと思う。どうやらわしが最後だったようだな。皆の者、表を上げてくれ。大方の話は浅間からの使いによって知らされているだろう。都の確か都近くの山より流れ出て、いつの間にかこの地に至った。かの物神の末の初段についてでしたな。わざわざことを構えることもあるまいと目をつぶっていたのが仇となりました。撃たねばならぬか。ならぬでしょうな。奴がその身を要求している竹林の長者の姫は刻二重の血を引いております。ほほう、ニエノな。なるほどな。角を沸かしたくなる気がわからんでもない。末路はぬ鬼として追われたとはいえ、曲がりなりにも神は神。怪しの。そう固いことを言うな、浅間の。わしらとて奴と同じく神と崇められもする身ではないか。おい、捧げられるはずの贄に手を出して何が悪いのかと。と、まあ本気ではないのだから口で言うぐらい問題ないだろう。ことの葉は命に形を与えるものだ。滅多なことを口にするでない。怪しの。お主がそのようなことだから、お主の一族からオマロのようなものが出るのだ。確か幽略の頃だったか。わかったわかった、もうよしてくれ。なあ朔也、おじいちゃんにわしをいじめんように言ってくれんか。わしはそんなに恐ろしげな顔をしておるのかのう。昨夜は竹林の姫様を好いているのでな。先のようなうかつな口を叩くお主に懐くはずがあるまい。おうおう、やはり災いは口より来たるか。わしはしばらく黙っておった方が良さそうじゃ。口を閉じるのは構わんが、目まで閉じて眠らんようにな。それで大賀の長の考えは。お主の言う通り、撃つしかあるまい。犬飼い部として大君の親戚にある隼人の長からも使いが届いておる。藤原の音どの命で動いた物の部の鬼切りが幾人がかりかで挑む。なすすべもなく返り討ちに遭いましたな。物の部の鬼切りが。おいおい、それは何かの冗談だろう。連中はそれこそ鬼切る部を持つ者の部ではないか。それを言うな。奴が強すぎるのよ。我ら水木とは地を二分する山の神の眷属であり、かの物神の血を引く最古の神の末だけにな。それに我らのような人にあらざる鬼が姿を隠すようになった昨今、鬼切り役の質が落ちるのも否めまい。お主のところのオマロを撃った春日小野の臣大木はなかなか大した男であった。あの頃に比べると物の部も人材不足なのだろう。幽略は真に恵まれておったな。何せ奴と道祖の神であるあの三輪山の神を取り押さえることができる強者を使いさせておった。すがる
か。奴は強い。強すぎる。人とは思えんほど強い。わしも奴と組み合うのは勘弁願いたいところだが、芋神様の民だけに唐に天智を迎えておったか。奴さえおれば物の部の鬼切りも遅れを取ったりはせなんだろうな。我々でもきついかの。一筋縄ではいかん相手だろう。そこでだ皆の衆、わしはこの件水木の民だけで片付けるのではなく、あるお方の助力を請うてなすべきだと考える。あるお方。わしが遅れたのはここに向かう前に伊豆まで足を伸ばしたからだった。伊豆というと流刑地ですな。そんなところに我々が助力を請うようなお方が。お主らが買っておる小さこべのすがるにも劣らぬ心強いお方だよ。かの幽略に二羽の神を見せいと言われて捕まえてきたのがすがるなら、幽略をひれ伏せさせた葛城の神を封じたのはかのお方。葛城の神を伊豆に。まさか知っているのか浅間の。うん、お主も名を聞けばわかるはずだ。大賀の長が言っておるのはあのカモの枝立ちの君オズヌ。オズヌというと人から転じた返上の鬼か。当代切手の元力者と評判の。そう、そのオズヌ殿よ。残訴を受けて伊豆に流されておる身なれど、夜な夜な空をかけ山という山を巡り修行を続けておられる。わしら大賀が縄張りとしている山にもいらっしゃったのでな。山に住まう鬼同士杯を交わす機会をいただいたことがあるので、三重の血を持つ娘が原因であることを話したら、オズヌ殿も大層興味を持たれたのでな。まさか報酬としてその血をよこせなんてことは。たわけ、お主と一緒にするな怪しの。だが浅間の、お主とて不安に思っていたりはせんか。それはおじいちゃん、その人オズヌ様も姫様をさらっていくの。その心配は無用だ咲夜よ。どうして。何しろオズヌ殿自身が二重の血の持ち主だからな。オズヌ様が二重の。さよう。オズヌ殿の持つ神を封じるほどの元力の源はその身に流れる血の中にある。見事二重の血の力を使いこなしておるのだよ。ほほほ。奴の始末をつけた後、この地の長者の血筋の者が普段の暮らしに困らぬようにうまく取り計らってもくださるそうな。安心せい。ありがとうございます。して、オズヌ様は。いろいろと用意があるのだそうな。奴ほどの鬼とことを構えるには葛城の神の助けがいるかもしれんと。よくいらした。オズヌ様、うちの昨夜がどうかなさいましたか。いや、この娘本当にお主ら水木の民の子か。
険なのだ。人にとって、お主以外の鬼にとって。神の孫が地に降りてより、世にある闇は日月の移ろいとともに薄まる一方だ。わかるか。我ら人にあらざる者は鬼として人に悟られぬように生きていかねばならん。それが世の流れというものだ。お主とてあの騒乱で竹葉土の御事に服されて以来、おとなしくしていたのではないか。祭ろわぬ神、年下た赤き蛇、輝ける星神よ。ほう、そこまで知っているか。藤原の音どがそのあたりのおおよそをまとめさせておるのだよ。かを知り、己を知れば百戦して危うからずと、空渡りの書にも記されておれば、こちらは十分に用意をさせてもらったぞ。水木の女神は天に増す旗織の、お主を服した竹葉土も綾を織る神であったな。加えて今宵は満月、我らは最大の加護を得ることができる。地の利はもとよりこちらにある。それに天の利、人の利が加わった今、お主に勝ちの目はあるまい。お主、今まで通りどこぞの山の主の座につき、おとなしくしていることはできぬか。それができるぐらいならわざわざここまで来ておらぬ。破られるというのならそれもまた一興。破られるとは夢夢思わんがな。何故今までしていたことができんのだ。あいたのよ。おとなしくしているのにあいたのよ。まどろみの間はそれでもよかったのだが、一度目覚めてしまえばな。オズヌ、お主とて流されている身でありながら、夜な夜な隙に出歩いておるではないか。ほう、よく知っておったな。最近口さがない小鳥が一羽私の巣穴に舞い込んできたのでな。あやつが飛び回ってくるおかげで私の耳にも風聞が届くようになった。